はい、どうもこんにちは。これはね、守られなかった者たちで、ね、僕もね、ちょっとね、気になってたんだけど、ネタバレしちゃまずいかなと思って僕は喋らなかったんですが、映像解禁だったんで、ちょっとそれについてなんですけど、俳優佐藤健、阿部寛の共演で映画化された守られなかった者たちより、佐藤健演じる利根がね、震災直後の避難所で知り合った K さんと、小学生のカンちゃんと食卓を囲むシーンの本編映像が解禁となったとですね。そう、うどん食べるシーンがね、あるんですよね。がっつり食ってんですけどね。同映画は震災から10年目の仙台で発生した連続餓死殺人事件の裏に隠された、切なくも衝撃な真実が明らかになっていくヒューマンミステリーと。解禁された映像で、3人がいるのは、まあ、K さんの自宅ね。これね、なんか、僕がパンフレット見たら、気仙沼だって言ってましたけどね。うん、K さんの自宅ですね。K は避難所よりも自分の家が一番落ち着くと、被災した自宅で過ごすようになっていた。これね、実はね、僕の町もそんな人多かったですよ。避難所よりもやっぱり自分の、ま、家の方がいいって言って、ね、山の方の家は、まあ、多少ガタは来てるけど、津波が押し寄せてないところもあったので、僕の家は、実家は流されちゃったんですよ。ただ、たまたま僕のね、両親とかはね、備えがいいのかなんなのか、山に土地買ってた、土地を買ったんですよ。山にね、その買った土地に、なんていうの、資材置き場っていうんですかね、倉庫を建ててたんですよ。そこに逃げて、で、そこをね、ちょっと改築したんですよね。そこでみんなでガーッと改築して住めるようにしちゃったんですよ。で、簡易的な家を建てちゃったんで、その土地に。だからもう避難所に、は、一日二日ですぐそっちに移動してみんなでそこで暮らしてて、まあだからそういうところもあるし、まあ全く地震保険とかね、保険に入ってなくて、仮設住宅みたいなところに、やっぱずっと住み続けてる方もいらっしゃいますよね。まあ本当それこそ、この映画と同じで行政のね、そういうものでね、すごく差が出てるなって感じがいたしますけど。カンちゃんに誘われて、K の自宅を訪れたトネは、K とカンちゃんが用意したうどんを食べることに勢いよく頬張るトネの姿からお腹を空かせていたことが伺えると。そう、うどんをね、すうどんですよね、ぐわーっと食べるシーンがね、印象的なんですね。 K はトネの身辺について話を聞くが、友人もいない、職場も津波で流されたという返答、そんなトネに笑顔でいなさい、そしたらあなたにはもっと優しくしてくれるからと優しく語りかける。このシーズンは身寄りのない3人が家族のように肩を寄せ合うように生きていく始まりの場面でもある。3人の絆は徐々に強くなっていき、そして9年後の連続撮影陣へと向かっていく。そう、ここのシーン僕はすごい好きですね。この後ね、泊まっていくんですよね、K さんの家にね、3人で。で、トネは帰ろうとするんですけど、カンちゃんが、トネにもね、お兄ちゃんも泊まってきなよ、一緒に泊まろうよって話になって、泊まるんですよ。で、カンちゃん自体も親がね、津波で流されていなくなっちゃったんで、K さん親のように慕うわけですよ。一緒に寝るんですよ。一緒に寝ていいっていうね。そこで、トネは寝てて寝つけなくて、やっぱりトネも何かね、抱えるものがあって、外に出るんですよね。なんか耐えきれなくなって。そして外で泣くんですよね、ボロボロと。そこに対して K さんが後ろからこう抱きしめて慰めるみたいなシーンがあったんですけど、そこがものすごくいいシーンだなと思いました。ここですごく家族の絆みたいなね、全く無関係なんだけど、家族っぽい絆がみんなでちゃんとね、寄り添い合って生きていくっていうようなことを垣間見えるシーンですごくいいシーンなんですよね、これね。で、トネがうどんをかき込むシーンは何度もテイクが重ねられた。完成披露試写会では倍賞がこのシーンで、佐藤の食べっぷりを明らかにしており、なんと約10杯も平らげたという。SNS では佐藤の箸の持ち方に注目する声が上がっており、指先箸の持ち方にまで役が宿る、その細かい演出、そして佐藤の役作りが話題となっている。本当ここです。ここなんですよ、僕は。前から気になってて言いたかったのは。やっぱ映画見てる人はみんなそこがね、気になるんじゃないかなと思うんですね。たけるくんのことをよく知ってる人であればね。たけるくんはね、基本的にね、YouTube でも何でも、テレビに出てる地上波のやつでもそうなんですけど、食べるシーンはたまにあるんですよね。
綺麗に食べるんですよ、ちゃんと美味しそうに。でもこのトネはの箸の持ち方が特徴的な箸の持ち方をするんですよ。まあいわゆるなんていうか、あんまりこうね、育ちがね良くないような感じっていうんですかね。でまあそれがね、そのトネの生まれ育った背景に結びついていくんだろうなっていうところを、あの箸の持ち方一つでタケル君は表現してるんですよ。もう僕はね、それが素晴らしいなと思って、ただこれはネタバレするかなと思って言わなかったんですけど、今ここで書かれてるんで、まあ、あえて言いますけど、うん、あの、箸の使い方、うどんを食べるときのあの、細かい作業なんですけどね、細かい演技なんですけど、うどんは思いっきりガンガン食べるんですよ。もう本当に、もうがっついてくるんですよ。ただその箸の持ち方が、うん、なんかお世辞にも綺麗ではない持ち方をするんですよ。ただね、それがね、全くモテてないわけではないんですよ。変な持ち方なんだけど、どこが変なのか表現できないっていうような、よくあるじゃないですか、そういうね。そういう箸の持ち方、注意されなかったって言われるような箸の持ち方でこう食べるんですよ。あれはね、すごいなと思いましたね。僕一瞬ね、うん、疑っちゃったんですよ。自分の中でこう、バグったっていうか、頭の中、あれ佐藤健くんって箸の持ち方っておかしかったっけかなってずっと思い出してみたりとかしたんですよ。でも思い出してみても、いろんな食べるシーンは僕も見てきたけど、綺麗なんですよ、健くん普段は。そう考えるとやっぱりあれはわざと演技としてやってるので、それぐらい自然なんですよね。うん、相当自然に癖のある箸の持ち方っていうんですかね、やっぱ育ちを感じさせる、もう本当役作りですよ。ああいう細かいところまで武尊くんを計算してやったんだなと。で、その箸の持ち方一つに対して、トネの今まで生きてきた取り巻く環境だったりとか、どんなに苦労して生きてきたのかとか、どんな人生だったのか、あの箸の持ち方一つは分かるんですよ。うどんを食べるシーンだけで全てこう伝わったっていう、すごい細かい、小さいけど細かいシーンですよね。だからまあそれが是々監督がやっぱり佐藤健という俳優は日本で今若手では一番クレーバーだよっていうのが分かるシーンだなって本当に思いました。そう、それ言いたかったんですけど、そこ結構ちっちゃいけど重要なシーンだなと思ったんで、あえて僕は触れなかったんですが、もうすでに解禁になったというので、ちょっとその話をしてみました。な感じです。ではでは。